ピーン。あー、いや、今のはテレビ寄りでしょ。いや、今のはテレビ寄りだわ。テレビ寄りよ。ブラボー。誰も喋らんの。誰か喋れよ。誰か喋れよ。あー、なんだ、もうちょい、もうちょい、もうちょい行けるかなと思って。早かったな。もうちょっと行けたかなと思って。無理だったから。すげえ早かったよ。いやでも、数的有利だからさ。これでいけるかなと思ったんだけど。いけた、全然。さあ、ということで、モノマネブルーのラジオ FC 第5節始まりました。始まりました。5節です。5です。はい。もう5もなりましたよ、5もね。いや、早いっすね。早いですよ。勝ち点今何ぐらいですか、僕ら。今、もう決勝トーナメント間近じゃない？間近じゃない？15ぐらい取ってた。全勝してるっすね。全勝はしてると思うよ。ここからトーナメントするんだ。前回ちょっと負けそうです。前回ちょっと負けそうです。3人がおかしかったっすね。そうですね。全員揃ったのに。引き分けっていうことで、じゃあ、そうです。あれ、ちょっと待って、ユニフォームがいろいろ変わってるね。あら、わあ、ガンちゃんが、わあ、出た、長袖に、かっこいい、似合うな。ここの間に入ってほしいな。本当だ。俺が、あのね、言ったらキッズサイズで。これあの、レプリカだから。こっちは、オーセンティック。おぉ、マジでちゃんとしたやつです。すごいな。しかも長袖、上手い人だった。長袖で。鎌田選手のやつね。長袖だよ。これ、これ2年後こっちなんでしょ？そうですね、こっち。2年後。え？ビブスが。ビブスで試合するってこと？親友に、親友に。親友に。ちっちゃくなったね。え、で、さらに2年後はこっち行くってこと？ああ、チェック、チェック柄。チェック柄になるってこと？え、ちょ、え、誰？誰ですか？待って、まだあの、二藤くんがあの、鬼そば不二家で隠れてるんですよ。ずっと。誰だ？え、誰ですか？誰ですか？誰ですか？どうも、桜井です。いや、どの桜井？どの桜井だろう。嵐かな。嵐かな。嵐かな。もう一回声聞きたい。大沢たかおじゃなくて。どうも、桜井です。似てる、大沢たかお。大沢たかおの声似てるな。そっち？大木将軍じゃないですか。大木将軍じゃなくて。しん。いや、大木将軍じゃん、もう。わらべ、しん。あの、一発目からブレるのやめてもらっていいですか？イエス！それ合ってんの？それは。イエスっていうの。イエス！え、これ、どの？そう、どん。どうも、ミスター・チルドレン。うん。桜井勝俊です。イエス！桜井さん、桜井さん来たのか。桜井さん来たのか。すごい。すごいじゃん。想像して。このメンバー、ワクワクするでしょ。そんなこと言うかな。言うの？まあ、ワクワクの愛ですからね、ワイスは言います。イエス、あ、ライブバージョンとかかな。ライブバージョン。見て、虹。どこに？どこにもないよ。虹は出てない。もうだってね、寝静まる時間帯だけどな。虹出てる。歌ってる、歌ってる。ちょ、歌声聞きたい。歌声ちょっと聞きたい。それは面白いじゃん。そうそうそう。ちょっとあの、バックミュージックとして、俺はあの、ラジオやってるんで、バックミュージックの BGM でちょっとさらーっと歌ってもらっていいですか？いくらくれる？そんな言わないやん。そんなこと言わないよ。安いな。最悪なこと言わないよ。どっかのショーパブの店長か。ショーパブの店長だな、これ多分。もっとね、もっと店長ね。飛んだ人ね。そういう人がいたんだよ。六本木界隈から飛んだ人ね。飛んだ人ね。うん。ちょっと、バックミュージックだけで、ちょっとうっすらかけて。BGM？ うっすらかけて。怖いなぁ。さあ、ということで、始まりましたけどもね。エゴとエゴとし。あ、もういい、全然鬼そばは出しといていい。大丈夫ですか、二藤さん。大丈夫、大丈夫。全然。ちょうど、いや、このぐらいがちょうどいいんですね。そうそう、このぐらいがちょうどいいですけどもね。さあ、ということで、早速なんですけども、皆さん、じゃあ、モノマネブル体操をね。はいはい。行きたいと思いますけども。ちょ待ってください。俺いつも始まるじゃないですか。全員誰も自己紹介してないの分かってますけど。もうね、分かってます程度喋ってるでしょ。え、いる？まだ。だって、5回よ。初めて見る人もいるわけじゃないですか。あ、本当？そりゃそうですよ。まあ、YouTube のね、アーカイブにも載るからね。あ、そうそうそう。じゃあ、ちゃんと自己紹介、じゃあ、した方がいいですよ。だって一人だけ自己紹介。そうね。ミスター・チルドレンと、あとはバックダンサーズです。はい、ありがとうございます。
ありな。ワクワクするでしょ。言えますそれ。僕らまだわかんないから言うのさ。ワクワクするぞ。ちょっとそんなサイヤ人チックな感じなの。そうフェスで。フェスで言った後ね、興奮して言っちゃうのよ。フェスだとね。桜言っちゃうのよ。桜って言う。興奮するのよ。本当に。あの、ちなみにあの、桜貝としかずっていうのをちょっとつけました。桜貝としかずね。桜貝さんね。ちょっと、あの、来てるから、メッセージ。もしかしたら、桜井さんに、ファンネタが来てるかもしれない。はい、サッカータイム格情報さん。あ、じゃあ、当選した方当選した方、無事届きましたプレゼント無事届きました方、ご報告を、ちゃんとオンエアの時に乗っけてくれるっていう。素晴らしいですね。すごいね。画像付きで。画像付きで。ありがとうございます。体操着袋に使ってますって書いてますね。書いてないですよ。追加のあの、関根さんのやついらないですよ。関根さんのやつね。いいどものやつの。いいどもや。今のコメントワクワクするね。それしかないの。それしかないの。全部いける。全部いける。全部いけるのかな。でもよかった。よかった。前回のプレゼント企画のね、あ、画像も出てますけど、プレゼント企画で当選された方ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。サッカータイムさん。嬉しい。そうなんだよ。あれ、開いたところに隠れサインが書いてあった。え、隠れサイン？隠れブルー。隠れブルーがいるよ。隠れブルーのサインなかったっけ？千葉くん書いてなかった。千葉くん書いてた。千葉くん違う。千葉さん、ここにいないんだよ。ここにはいないから。ここにはいないから。ここにいない方ね。中に書きました。ああ、見つけたかどうか。そうそうそう。確かに。汚れかと思って落とされてる。確かに。サッカータイムカックさんは、あの、見つけましたかね？隠れメッセージね。隠れメンバーメッセージ。メッセージとかサインね。欲しいですね。よろしくお願いします。ということで。はい。じゃあ皆さん、ちょっと恒例ですけども。はい。出た。準備体操しましょう。準備体操。はい。ちょっと今日はね、順序をね、やりやすいように変えてますんで。ちょっと、そう、だから音声大丈夫ですか皆さん。大丈夫です。全然大丈夫ですよ。なんか言ってくれますもんね。そうそうそう。慣れが入ってますからね。あ、自己紹介しないで、ここから、長友選手と、南野選手。三笘薫選手。鎌田大地選手と、誰サッカー好きおじさんです。どうも、サッカー好きおじさんです。中村啓太選手。はい、ということで行きましょうか。じゃあ、桜井さんのライブのね、スタートする感じで、ミュージックやりましょうよ。いっちゃおう。はい、行きましょう。ミュージック、スタート。普通だった。ちょっと笑ってしまってた。行きましょう。まずは。さあ、発声練習いきますよ。はい。発声練習。ブラボー起きろ、ブラボーアンパンマンボス。アンパンマンボス。順番変えました。そう。わかりやすいぞ。はい。大前線。うん。イエス。イエス。ワクワクするぞ。ワクワクするぞ。ここ中村圭人。中村圭人選手です。はい。カットインしてシュート。カットインしてシュート。カットインしてシュート。伸ばしてください。南野拓実選手。南野選手は屈伸ですね。はい、屈伸。右行って、はい。ゴール。ゴール入りました。左行って。ゴール。はい。右フィジカル、フィジカルぶつかって、はい、行きましょう。中友選手、はい、右から行きますよ。右から行きますね。ありがとうございます。はい、逆サイド。おはようございます。はい、じゃあホームに向かって、はい、はい、ゴールラの相手に向かって。おはようございます。三笘選手、くるくる回して、こっちくるくる、こっち、くるくる、はい、くるくる回して、こっちか、はい、くるくる回して。みんなやってるかな？みんなやってる？お、お伊藤選手、伊藤選手こういう走り方、はい、こういう、ちょこちょこね、こういう、肩上げてね、こういう、桜井さんもやってくれてる、お、桜井さんも、疲れる、はい、じゃあ、右行きましょう、はい、アモレ、アモレ、はい、逆サイド、左サイドですね、アモレ、はい、サポーターに向かって、サポーターに向かって、アモレ、アモレ、はい、ゴルラ、ゴルラ、アモレ、深呼吸、深呼吸です。はいはいはい、ということで5セットも勝ったな、これはさあ、いいですね、いい感じで、はい、桜井さんもやってくれました、みんなありがとう、ライブバージョンでサンキューじゃないの、桜井さんの歌ではないんだけどね、次桜井さん歌ってくれるみたいな、あ、本当にラジオ体操、ラジオ体操ね、あ、桜井さん体操ね、桜井さん体操ね、桜井さん体操、さあ、ということありましたけども、
まあちょっとね、モノマネブルーのね、うん、体操全員分ないんですよ。ほう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 、確かに。確かに。ないですもんね。ここにいるメンバーですらもうない人いますよね。そうなんだよ。そうそうそう、川田選手とかね。そう。だから今日はモノマネブルー人数分体操を作っていきましょう。全然、なるほどね。全然台本通りじゃないやつや。そんなこと書いてますよ。送られた台本通りびっくりしたけど。いや、入ってない。入ってない。今日この前やりますっていう。第一セットとかない。第一セット、できてないのよ。今日やるが5回、ね、後にずっと。ずれてずれて。悪天候、悪天候。ずれてって。めちゃめちゃ変わってるから。これがライブだよね。そう、ライブ。ライブなんですよ、やっぱり。そう。自信満々に言った。今日ね。そうですね。確かに。普通、でも俺思ったうん、これまあこのままの流れで企画やってもいいんだけど、はい、ちょっと、ね、今日はちょっと厳しくしようと思って厳しく、もう一個ね設定載せてます。何ですか？やっぱインターネットラジオですから、はいはいはい、でどちらかというとちょっとテレビに寄せちゃいけないんですよ。なるほど、なるほど。結構攻めに行かなきゃいけないし、はいはいはい、それこそアズーリのね、はい、言ったらコンセプトがありますもんね、もう。ほんと、誰でもできるラジオで、うん、しかもこう攻めていくっていう。おー、そうだからちょっと、これテレビっぽいボケしてんなとか。おー、ああ、そういうことか。はい、ちょっとラジオっぽくないなと思ったら、僕、レッドカード出します。わあ、ちょっと持ってきてる。それ出してる時点でテレビっぽいのよ。あっ、あっ、そうなのよ。はい、出ました。お互いお互いお互いもう出てるよ、もう2人とも出てるよ、出てるよ、喜ぶやばい、テレビ寄りやってるよ、テレビ寄りやってるよ、やばいやばい、そんなことないですよ、やりやがったな、これで攻めないと、やりやがったな、やばい、またテレビ的なボケ、違う違う違う、いやでも爽快感出すよ、スポンサーが出てるから逆にね、それはいいかもしれない、スポンサーを出さないのがテレビですよ。めちゃくちゃじゃん。だからちょっとこれね、もう1枚カード出たら、もう3分間退場です。はいはい、結構長いな。この部屋から？そう、この部屋から3分間。やばっ！そうか。それはやばっ。トイレとか行きたくなったら逆にそれちゃんと。なるほど、チャンスを。テレビからボケすればいい。そう。新たなボケを考えた人は退場する。そうですね。でもテレビ出たことないからあんまりみんな。まあそうね。得意かもしれないね。え、もうこれを出したら終わる？終わるテレビ的になっちゃう？確かに。あ、でも俺もそう。じゃあ笛にするわ、笛にするわ、そうですね、笛、笛、ああそうですね、笛でピーってやったらもうそれはラジオですね、三分大丈夫、三分ってやったら、ああそれはいいですね、はい、ですね、音声さあーってならない、あーって、いやあーってならない、桜井さんっぽいやつ、まあ、私これね、声出すだけ、この声でね、じゃあちょっとまあ柔らかく吹くわ。はい、そうですね。視聴者のね、はい、そうそう、耳も守るために。そうですね。柔らかくてテレビ向けじゃないですか。そうね。厳しいです。厳しいです。なんとしかない。それはそれじゃない。それは柔らかいやつ。柔らかいって。でも自分にも向いてる。なんで喜ぶんだよ。なんで喜ぶの。まだ説明段階。そうそうそう。まあ柔らかいもアウト。せめて話せめてないってこと。なるほどね。一回フラットにしようじゃ。一回フラットにしよう。じゃあもう趣旨はこれね、趣旨これで、はい、ちゃんと吹くからね、はい、はい、ちゃんと吹きます、3分間退場ということで、はい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 、じゃあ先ほどに戻って、はい、じゃあモノマネブル体操メンバーを作りましょう、はい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 、このメンバーで、できたのが、ガンちゃんの鎌田選手と、はい、まあ、あと板倉光さんか、板倉光さん、そうですね、あと逆 MC、はい、逆 MC って、まあ、逆やってるから。桜井さんはいいの、桜井いらない、桜井いらないですよ、桜井いらない、やってるからね、じゃあちょっと、はいはい、じゃあ鎌田選手から作ろうか、鎌田選手、ありがとうございます、鎌田選手、そっか、ニューキャッスルに移籍したんだよね、クリスタルパレス、クリスタルパレスか、クリスタルパレス、鳥のね、そう、鳥のとこね、いやいや間違いや、それは逆のやつ、でも誰が吹くの、それもう吹きに行くしかない、もう吹けないですよ、俺でも吹きに行くしかないんだ、いやもう誰でもいい、ピーって言っていい、あ、ピーって言っていいですね、オッケー、そうです、そうか、しゃべれんプレミア、鎌田大地、鎌田選手の、モノマネブルーのラジオ体操 ラジオ体操の何かの、何かの、ね、鎌田選手の動きでさ、なんかよくやってるモノマネとかはよ、なんかそのちょっと似せてよって言われた時のプレーとか、真顔、ポーカーフェイスね、ポーカーフェイスね、あ、なんかこういう走り方なかったっけ、こう、こうやって、あ、これやってるよね、豊田選手みたいな、そう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 、あったよね、ゴールパフォーマンスみたいな、あ、やんないのよ、それ行こう、寄ってくれないんだけど、それ行こう、それいいですか、ゴールパフォーマンス、
飛行機のように手を広げて鳥でいいんじゃない鳥のように手を広げて鳥のチームばっかり確かに確かにシュッグルーグルーグルーって回るで最後ポーカーフェイスグルーって回るだと回ってポーカー回るだとテレビ僕なんですか大丈夫あ、まあ、あ、ちょっと待って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 、そんなこと言ったら、もう喋れない。この企画がもうアウトやから、急に、ちょっと待って、回る、いやもう、これはもう、あ、シミュレーションです。シミュレーション。シミュレーション。3分間。さあ、揚げ足というシミュレーションです。3分間、退場。え、外っすか？そうそう。そんな、いきなり、いきなり、伊藤選手退場です。退場って、3分後に帰って、3分後に帰って、3分後に帰って、体感で帰ってきて、稲妻のごとく早く帰ってこないでください、本当に。稲妻時間ね、稲妻時間。じゃあコメントいきましょう。コメント受けてます。ゆうこさんからです。はい、ゆうこさん。モノマネブルの単独が今から楽しみで仕方ないです。うん、質問なのですが、チゲットの出演者のところに鎌田選手の名前がないのですが、出られるのでしょうか。いつも勝手に画像を作ってるのですが、あれって思いました。なるほど、質問ですね。じゃあちょっと本人から聞いてもらいましょう。はい。ガンちゃん、スタメン？ちょっとコンディション調整中です。まだ1ヶ月あるけど、1ヶ月、まあ、こっからね。そう、こっからだから違うイベントで、はい、ちょっとガンちゃんは来るかもしれない。はいはいはい、そうですね。今回はね、ちょっと、コンディション的にね。はい、クラブチームで頑張るんだね。クラブチームで。そうそう、クラブチームで。別の会場でね、はい。客席におるかもしれんからね。客席いますよ、多分。客席がいるかもしれないよね。そうそう、キッズ連れて来てるかもしれないですね。受付してるかもしれないですから。受付いたら出てくれよ。受付いたら出てくれよ。確かに。さあ、続いて、ゴンちゃん。ゴンちゃん行きましょう。モノマネブルーの皆さん、こんばんは。こんばんは。桜井さんにしか目が行きません。今日も勝ち点3目指して、バモン！バモン！バモン！来ました、桜井さん。桜井さんごめん。さあ続いていきましょう。はい、続いていきましょう。かおりさん、かおりさん、待ってました。おサッカーボール、ラジオ MC エモジはチェックの方が、気になりすぎて、チェックの方気になりすぎて、チェックの方がね、あそこもう大人気じゃないですか。そうですね。ね、レギュラーだ。レギュラーなんですよ、別に。そのレギュラーでもいいんだよ、そもそもレギュラーなんで。ゆうこさん、スクロタイムには早すぎますよ。こんばんは、お風呂とともに楽しんでます。お風呂とともに、おー、すごいね、素晴らしい。一番緊張してもらってますね。体操をしてくださったということでございます。はい、ありがとうございます。ということで、ちょっとやめてよ。何やってんの、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 中井だけど、中井だけど、何やってんの、今日マジ中井さん、中井さん来ましたね。何何？ラジオやってんの？野球の方が好きっすよね。いや、最近サッカー好き。そうだ。ジャイアンツファンだけど、日本ファン。好きだけど。誰が好きなんですか？サッカー選手。中井君は。大野。大野いる。いる？野球にいっぱいあるね。二のいや、嵐のメンバー。いない。長友好き。ああ、桜井さん。メンバーわかります？メンバーわかります。わかるよ。わかるよ。どうですかこれ。うん。酒井高徳。詳しいな。意外と詳しいです。めちゃめちゃ。いろいろ中身から知ってる人やってたけど。いや、ちょっと。え？俺、二等ですよ。俺、二等さんじゃないですか。何で知らずに、ドライさんばっかりしたよ。これ、三君退場怖いっす。帰り方どうしようと思って。帰りか、戻ってくるとき、どうやって戻ってこようと思って、ちょっと。この時は堂々とバー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 とか。これでよかったのか。ゴールパフォーマンスで来るかなと思って。そう。変なことしちゃった。いやいや、もうでも本当に。中井君かと思って、中井君びっくりしましたね。今日はいろんな芸能人がね、来てますね。ありがたいですね。さあ、じゃあ、鎌田選手。はこれに行きましょう。あと板倉選手逆立ちじゃないですか。俺もそれも逆立ち思った。いやー、普遍的じゃない？普遍的じゃねえや。特殊ですか。俺考えたらセットプレーからの、セットプレーでロングフィードとか。あ、明日の選手に出した。そう。なんか、他のラジオ体操にない、ヘディングってないでしょ。ああ、空中戦ね。空中戦の体操ってないから、ジャンプ系いいんじゃないですか、板倉選手。ジャンプ系。ジャンプ系いいね。だから、クリアするってことね。クリアで。クリアして。
ジャンプスケールのセンターバックだしね。はい。はい、これはあれですか、視聴者の方にも一応アドバイス。もちろん。板倉滉選手の、動きを入れたラジオ体操をやるとしたらどんなことがいいかっていうことですね。そうです、そうです、そうです。ジャンプ系。ジャンプ系。ヘディング系ですね。確かにジャンプ。すいません、桜井さん顔が疲れてきてるから。これ、すごいな、顔作るの。多分ね、筋肉痛になる。いや、しんどそうよ。なんだろう、首の運動とかなんかな。マークしてからのみたいな感じかな。こうやって、マークして、前にも、次左行きます。で、左で、ああ、そうだね。右行きます。で、右で、いいんじゃないですか、これ。これで行こう。ああ、なるほどね。すごい。ボールクリアかな。ボールクリア。板倉選手のボールクリアで、首の運動。首あるぞ、まあ、上半身から首かな。これマークする。ふくらはぎ。ジャンプやし。全身、全身かな、全身かな。全身の B 出ちゃうよ。全身の B 出ちゃうよ。そうね。どこに B 出る？だから全然そうね。じゃあまあ全身なのかな。全身の運動。いいんじゃないですか。いいですね。まあじゃあジャンプの運動とかでいいのか。まあ全身なのかジャンプなのか。まあそうですね。ジャンプ。じゃあボールクリアにしましょう。ボールクリアです。あ、コメント来ました？来ました。いいですか？行きましょう。あ、サッカータイム各情報さん。おお、来ました。ちなみにこれ映せますか？サイン奇跡的に映ってます。お、嘘？映ってるの？映ってるんですか？どういうこと？サインが奇跡的に映ってる。さっきの X の投稿に怖い話？画像が貼り付いてあるんですね。あ、なるほど。のやつじゃない多分。あ、千葉くん。ちょっと隠れサイン。ちょっとじゃあ、お、出るんですか？お願いします。お、あ、出てますね。これ写真だけにできます？あ、もうちょいした、もうちょいした、もうちょいしたかな。あ、ちょっと切れちゃってるかな。写真。ぐぐぐっと。お、ああ、これ裏側を何書いたの？え、だ、なん、先っぽだけじゃん。え、先っぽ？え、あれ何の？何これ？違うんじゃないですかそれ？ちゃんと書いた？ゴミ？ちょっと桜井さん聞いてない？千葉くんにな、ちゃんと書いたか。書いてるね。これ？これ合ってる？書いてるこれ。これ合ってる？ちょこっちゃ。ちょこんです。この下があるんじゃないんですか？そうね。サッカータイムさん。この下が重要だったんだよね。裏から染み出てる。したくなかった。なんか変な言葉書いたの？もしかして。あー、なるほど。放送中に動画書いたってことかな？チッチンかな。チッチンかな。あー、でも、攻めてるね。それいいの？それいいの？テレビだったら言えないから。テレビできたら。テレビだったら言えないから。攻めてるね。それはいい。いいよ。アズーリ、アズーリ、ミスターアズーリ。アズーリが勘違いされてる。それはいいよ。アズーリポイント、アズーリポイントあります。逆に攻めて、テレビ出れなくなっちゃう。攻めるラジオだから。ああ、なるほどね。そう。オフェンス重視だよ、オフェンス重視。こんな練習して大丈夫か。はい、じゃあコメント読ませていただきます。はい、お願いします。あやちゃん。今週もモノマネブルラジオ FC 待ってました。はい。今週も楽しみにしています。うわー、もう。ありがとうございます。あ、まだ来てる。ゆうこさん、喜びの顎の運動。喜びの顎の運動。口いっぱい開けるとかかなと、鎌田選手。あ、これ、写真いきます。この練習の写真が載ってるんですね。はい。本当だ。これで。これサッカーチップス。鎌田選手のね。口開けるみたいな。日本代表チップスの時の鎌田選手。そうですね。カードのやつ。確かにめっちゃ開けてる。笑顔の運動は、確かに。そうそう。そっかそっか。あ、ジャガーに。そう、ジャガーに行っちゃうから。でもジャガーに採用するといいかもしれないね。ああ、確かにそうですね。あ、じゃあお願いします。画像が出るみたいな。鬼様、鬼様、鬼様。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、これですね。すごい。なるほど、なるほど。はいはいはい。ガンちゃんこれできる？一回ちょっと。ちょっと。ああ、でも、攻めてないですね。厳しいな、攻めてない。いや、やってみて、芸人じゃねえんだよ。芸人じゃないのよ。いや、前の列に来ると、強気になれる。マジで前線に来ると、強気になれる。まあ、そう、フォワードだからね、この辺はね。すごい。はい。コメントありがとうございます。まあ、じゃあ、ジャッジは、じゃあ、もう、任せますよ。これか。南の選手に任せますよ。あ、ジャッジはジャッジはもう、テレビジャッジテレビジャッジ。テレビジャッジ。攻めてるか攻めてないか、ジャッジは。もう、任せましょう。まあ、でも、ジャガーに、しようか。ジャガーで全身カウンドを。あ、そうですね。だからこれを採用して。はい。そうですね。ジャガーは、ジャガーポーズで全身、笑顔にして、顔の運動みたいな感じかな。確かに。それいいかもしれない。あれ、今日俺似てるな、なんか。いや、いいどこで確認してるの？あれあれか、これ、あれテレビ寄りじゃないちょっと。テレビ寄り。テレビ寄り。どうですか？どうですか？隠れるって。ピーン！
テレビ寄りでしょ。いや、今のは。三笘選手隊長はテレビ寄りのコメントでした。映像だったから。そう、映像だから。ラジオだからね。1ミリ出ちゃったか。いや、もうだいぶ1ミリ。10ミリぐらい。10センチぐらい。あ、もう、この席の人、いや、え、マジっすか？まあ、あの、お尻の運動。あこれね、これね。まあ、それか、まあ、これ、まあ、手を伸ばす運動。こっちで。手を伸ばしてお尻にする？あ、やりながらっすね。手を伸ばしてお尻。だから、手のストレッチにもなるしね。そうそうそう。そうですね。伸ばして。手を伸ばしてお尻の運動って、まあ、まあ、両方やってもいいけどね。うんうんうん。どっちからがいいのかな？ちょっと難しいから、二つ合わせちゃう。確かに。ちょっと、ごちゃごちゃします。子供たちが一緒にできないか可能性がありますね。あ、そうか、子供たち、そうだ。子供たちを喜ばせんなら腰の運動が面白いかもしれない。かわいいらしいし。隣の人と腰をこう、そうね。合わせてみたいな。横並んでね。横なり。あ、まあそうだ、まあそうだ、お尻の運動。お尻を、すり合わせてみたいな。こういうことしよう。こういうことしよう。あ、そうそうそう、こういうことしよう。このお尻だけ。なんか、攻めてた。だいぶ攻めてましたよ。だいぶ攻めてましたよ。攻めてた。攻めポイント欲しいよ。アスリポイント欲しい。アスリポイント欲しい。違う、いや、でもね、いや、ちょっと待って、俺はね、これ VR 入るんだけど、あのね、言葉攻めじゃないのよ。これは動き入ってるから、ちょっとね、今のは。攻めてないけど。まだ攻めてない。ちゃんとジャッジしてんだ。ちゃんとジャッジしてる。でも、やってることは攻めてんだけど。ちゃんとジャッジしてた。それで、あの、帳消し。そういうことですね。よかった。よかった。テレビっぽいな。動きで攻めてる。テレビっぽいな。あ、ちょっと、桜井さんどうですか？桜井さん。ピーン！待って待って、ない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 、ないないアウトや。大丈夫です。いやー、もう2人大丈夫ね。何これ、2人大丈夫ね。確かに、確かに。ちょっとおかしいよ。なんでよ。映像向けのボケだから。いや、違う違う、もう2回目退場してます。二藤さんまた退場。おー、来たほー。お帰り。普段見てませんショーコロナ一つ。桜玉さんショッピーです。ショッピーです。皆さん、ハッピーですか。僕ショッピーです。ショッピー、おはようございます。昨日思いついた一発逆やります。行かせていただきます。お餅もちもちは君大仏。ブラボー、お疲れさん。いや、確かに戻っておいで。あの当時はテレビ的でした。これはちょっとテレビ的でした。そうね、もう一回吹こうかと思ったけど。桜井さん、今のはちょっとテレビ向きかな。うん、まあでもいいけどね。ワクワクしちゃった。ワクワクしちゃった。桜井ワクワクしちゃった。桜井さんワクワクして、よかったよかった。ということで、誰もいなくなんじゃないこれ最後。だから久保選手はそのお尻しようか。で、お尻は受けそうな気がするから、まあお尻だけ2回入れるとかね。ああ、そうですね。そう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 、繰り返して、でまた久保選手のお尻の運動っていうのは入れてもいいかもしれないですね。確かに確かに、そうですね。いいですね。あとはゴンちゃんだね。ゴンちゃんですね。権田選手。権田選手だから、これ横跳びとかでしょ。まあそうなりますよね。横跳びの運動。みんな怪我する可能性ありますから。でも、そう、怪我しようかな。危ないですね。横跳び。あ、これ？これ、これはゴンダ月一が勝手にやってる。あれ何なの？え、これやってるゴンダ選手。わかんないですよ。よくわかんないですけどね、あれは。こういうなんか集合、なんか写真があるの、こういう。あの漫才56号の堀江さんはやってますけど、はい。やってたよね。本人はやってるかどうかはちょっと定かではないです。ちょっとそれあれだな。PR 入る。やってるとこ見たことないもん。そうですね。だってこういうキャラじゃないし、権田選手結構真面目な熱い選手だもんね。そうですね。まだ横跳びか、まあまあそれこそジャンプして、あのね、だからモドリッチ選手のあーあれをミドルを止めるとかなのかな。ジャンプしてできるだけ高く飛ぶとかかな。あ、そうですね。できるだけ高く飛んで、ね、ミドルを弾くとかか、もう普通にハイボールキャッチとかこう。あー、そうね、ジャンプしてこうやって、はい、そうだね、ジャンプが、まあ鎌田、そうか、板倉選手、まあそうだね、まあ、これじゃバランス見てかな、ジャンプか、これだね。こっちがする、これ静止ポーズね。
まあ横跳びは怪我しちゃうか。そう、膝がね、危ない可能性ある。ああ、なるほど。はい、はい。お、誰か帰ってきましたね。お、誰だ？試合終わった後。お、試合終わった。お疲れ様です。帰ってきた。よし。はいはい。ちょ、一回抜いてきました。おい。いや、お、攻めてるね。攻めてる。アズアリポイント。アズアリポイント。一回抜いてきました。マジで。すごい、この短時間で？いや、もうすぐ早漏なんで。この辺で？外、外。めちゃくちゃ攻めてる。マジで。この辺のお店で攻めたでしょ。攻めてるよ。アズアリさん、もうレギュラーで見ますよ、この子。レギュラーなんですよ。ね、聞いてましたけど、うん、攻めてないね君たち。君たち。真面目にやってんのよ、今。いや、ちゃんと。真面目タイム、真面目タイム。やりすぎ、やりすぎ。真面目に。もう。いや、ちゃんと決めて、決めながら、ああそうね、決めながらこうやらないと。進行さばけたけじゃいかんですね。そうですね。だって、いけない決めてる時に抜いてきましたって言われてもさ、おーってなっちゃうよ、それは。それはさ、もう、そうですね。まあ、放送治安が悪すぎるから。放送事故ですね。そうそう。乗っ取りながら、こう攻めるっていうのは。あ、コメント来てる。お、コメント来てます。あ、行きましょう。ゆうこさん。はい。中井くん、いるべ、ダメって口癖出てない。だそうです。あれ中井くんの、いるべ、ダメって口癖出ないだ。ちょっとじゃあ、さっきの中井くんにダメ出しってことでしょ。あ、そうですね。中井くん。まだ帰ってないかもしれない。中井くん呼んできたの。中井くん。かおりさんから、かおりさん、桜井さん、中井くん、本当にモノマネブルー見てるだけでニコニコになります。楽しい、モノマネブルー単独が楽しみすぎる。あー、素晴らしい、ありがとうございます。いいですね、いいですね。サッカータイムさん、うん、表の字が映ってるだけです、ご心配なく。チンチンじゃなかった、チンチンじゃなかったね、チンチンじゃなかった。クレバヤシカズナリさん、うん、モノマネブルーの皆さん、こんばんは。堂安律のラジオ体操も作ってください。あ、そうだ、確かに堂安律、どうなん率？どうなん率？あれもうちょっと NG です。はい、女子文字、大丈夫です。なんで？なんで？もうそれ言った時点で大丈夫。どうなん率？禁止ワード。でも逆に攻めてるじゃん。あ、そっか。そうそうそう。禁止ワード言ったから。禁止ワード逆に攻めて。ちょっとまたじゃあ僕。いやいいよ。なんでそのみんな大喜利やりたがらずすぎやろ。いや、みんなもう大喜利になってるんだよ。いや、じゃあ休憩すぎなんだよ。3分だから、みんな集合って。とりあえず集合。3分だから。3分よ。体感も10分だよ。あれ、もう分かんなくなっちゃって。分かんなくて、いろいろ分かんなくて。いろいろ分かんなくて。長さ、3分だから、3分。ちょっと両翼で。ただ、言えるのは、あの、ゆうせいが、抜いてきましたっていうボケで一番出したのは、女性のスタッフの方です。ヒットしてんのよ。VR がヒットしてんのよ。初めて女性一番笑ってました。そういうこと、そういうこと。びっくりしました。そういうことなんだよ。それ以外一切笑ってなかったもん。男性陣は、男性陣は、今隣で、男性陣は笑ってたもん。そう、女性が一番笑ってた。よかったよかった。じゃあ、ちょっとここで一旦ね、じゃあ、鬼そば富士屋の提供をね。あ、そうですね。はい。今日、新メニューがありますんで、夏の新メニューがありますんで。でしてもその動画をね、はい、お楽しみください。はい、で、僕は見逃しませんけど、帽子脱ぎました。VTR 中井くん。中井くん。中井くんに VTR。中井くん、そう、中井くん VTR 振り。オッケー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 。オッケー、ダメ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 。VTR ダメ。大丈夫。わかりすぎだ。マイクないところで。マイクついてほしい。攻めてるね。アゼルバイ。マイクオンにします。一人だけ残すパターンにしよう。冷やしラーメン。全部大丈夫して。一人だけ残す。どうなん。はい、ということで。冷やしラーメンでございます。美味しそう。ぜひとも夏。ぴったりでございます。ちょっと、桜井さん何さっき、はい、さっきなんか映像入ってた時に言ってたけど、何て言ってた？美味しそうだね。違う。それじゃない。こっちの方が。絶対それじゃない。あ、ボケ方がテレビ的だ。大丈夫。大丈夫。桜井さん。ノブラボ。普通に聞きたかったの、さっきなの。
ちょめ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 にコメントいっぱい来るからちょめ今日ね、 X のことちょめちょめにマイクオフのところでボケるからでもよかったよかったですよ。今のところあのモノマネ体操の方がですね、はい、カムラ選手クリアと、はい、ゴンダ選手がまあ一番まあ横っ飛びで怪我しちゃうから、まあキャッチするなのか、タイムキャッチ、タイムキャッチなのか、この場でこれやるだけでなんかめちゃめちゃ、ああ、まあ、なるほどね、これ確かにその場でってことか、あそれでもいいかもね、はい、そうしようか、ふんふんディフェンスみたいな、ボンダの、はい、ボンダの何秒とかだったの？16秒、17秒、はいはいはい、みたいな感じ、うん、あまあこれでもいいのか、こっちもいい、あこれにしようか、膝ついてこれとか、あそうね、確かに。これいいかもね、はいはい、確かにボールキーパーの、あ、ボールキープね、ボールキープ確かに確かにどうですか、うん、あ、確かにいいかもしれない、ボールキープ、はい、で、久保選手はお尻ね、お尻、子供が、はい、だから子供好きそうだから横じゃないでしょ、こっちっしょ、あ、そう、おーって、ちょっと待って、それ腰、腰、腰はアズリポーン、あれちゃ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 アズリポーン、笑ってた、笑ってた、女子これがアズリポイントじゃないのよ、じゃこれ久保選手本当これよ、あそう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 、こんな感じ、本当本当こんな感じ、でもねアズリポイントです、アズリポイント、手が使ってる、手は手はいらない、手は、待って待って、手ちょびして、手ここだもん、さっき、ああ、もう一回もう一回、何やめとけよお前、アズリ3点ポイント、めっちゃ追い返ってる、あまりやめとけ、本当にこれ本人に消されるって俺は、俺マジで迷惑かけるって、やめとこやめとこ、本人見てるわけないだろう、確かにそれわけないだろうが、本人もそれ今海外いるんだ、海外いるんだから見てるかも、時差で、あ見てるのかな、寝起き、寝起きラジオ FC 寝起きラジオ FC、 まあ確かにね、ネットで見れるか、ネットラジオだからね、見れるね、見れるね、いやでも確かにそうなんだ、こうですね、そうそうそう、ごめんなさい、ごめんなさい、でこれちょっと面白いから、はい、まあ2個ぐらいやってもいいのかなっていう、うん、まあ、忘れた頃にもう1回やる、うん、右の人とと左の人とみたいな、なるほど、そう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 、4日後ぐらいね、4日後ぐらいで、4日後ぐらいで、あーちょっとボケ方がちょっと退場お前怖っ、4日後、4日後とかね、3分、4日後は良かったと思うよ、いやちょっと置いてるな、置いてるよ、置いてるよ、置いてる置いてる、そのボケ方は、そっか、はい、退場、やっぱ退場しやすいな、あいつは、あいつは、うっせんじゃボケ、おーいいですね、めっちゃいいじゃん、アズリポイント、いないいないいなくてもこのね、この場線はアズリポイント、甘いのか、そうだね、で、ジャガーで顔の表情ね、はいはい、これが浅野選手ですね、そういいですね、板倉選手は競ってからのジャンプね、はい、ジャンプしながら、ね、うん、なるほどなるほど、で、まあ全部できたかな、一応現役選手他いる、あと堂安選手か、堂安選手、堂安選手ちょっと難しいかもな、あのこれで、あーそっか、なんかゴールパフォーマンスの時みんな寄るけど受け付けないやつあるじゃないですか、あーなるほど、回ってくるってやるやつ、なるほどね、なるほどなるほどね、あれをなんかうまく表現できたら、確かに確かに、あーそうだね、面白いね、はい、確かに面白いね、全てを跳ね返す、うん、確かにおもろいんですよね、面白いね、なんか誰か一人堂安選手にしてその選手に群がるっていうのはおもろいけどな、まあでも人数多いと危ないのか、人数、あまあそうか、なんかそれ系だよね。だから隣の人とやるか。だから自分たちがやって子供たちが集まってくれるんだよ。ああ、そうそうそうだね。そうそう、振り払うっていう。まあそうね。それいいかもしれないね。振り払う。うん。なんか、できたら面白いけどな。やりたいですね、それ。そうだな。なんかそうっすね、うん。楽しそう。みんなで楽しめるし。確かにね。どうしようかな。どうなんですか、ね、あと何、あんまり左シュートか、シュート行くとシュート、うん、ゴールパフォーマンスどんな感じでしたっけ、ゴールパフォーマンスあんまない、もうあんまない、振りほどくしかない、でもあのあれもありますよね、ビザの関係の、あーなるほどね、そうか、 CM の関係のやつ、行ってくるビザをキャッチするポーズとか、あそうそうテレビ的だな、ちょっと、あ、待って、テレビ的、テレビ的でしたよ、テレビ的だな、ちょっとどう、さあ判断して、ピーン、会場会場、テレビ的だな、怖っ、置く癖があるからな、やっぱ。やっぱ置いちゃう、ね、置いちゃうから、九州男児置いちゃうんすよ、ね。置いちゃうからだ、やっぱな。そんなこと言ったら CM とか言ったらもう、いや、大丈夫です。いや、ね、退場したいです。違います。絶対退場させない。絶対退場させない。いや、何その絶対退場させない。一人残さない。やめろって。違う。堂安選手難しいな。堂安選手、振りほどくのをなんかちょっと考えておきましょうか。そ う, ね、そうですね。それからあの視聴者の方に何か堂安選手のこれだという動きが体操になりそうなやつ。うん、あ、ちょっとすいません。うん、はい。あれだ。
メモ取りすぎ。ピー大丈夫大丈夫大丈夫そんなことないってそんなことないで、取りすぎ、真面目すぎ。ちゃんとしてるからいいの。ガンちゃん全然喋ってない。ピー大丈夫いいのいいのいいの。いや、違う、いいんだって。メモ、いいんだって。メモ、よ、チン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 。ほら全然ほら全然ピーです。なんでよ、大喜利してるから。じゃあ大喜利してるからもう大丈夫大丈夫。うわー大丈夫、ガンちゃんも大丈夫。いいんですよ、大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫させすぎて俺も大丈夫。マジで本当に違う違う、最悪だ。うんこちんちん、うんこちんちん。ほらもう皆さんこんばんは。モノマネブルーのラジオ FC のお時間がやってまいりました。本日は、ちょっとね、一人ということなんですけれども、まあさっきまですごくこう、伸び伸びとやらせていただいてたんですけども、この一人になったっていう状態から、ずっと緊張してますね、今。はい。急に緊張がちょっと襲ってきてますけれども。これがね、いつまで続くのかという。皆さん、こんばんは。モノマネブルーのラジオ FC のお時間です。X にコメントが届いているそうですね。あ、ありがとうございます。コメントが。たくさんコメントが届いているので、ちょっとこの時間を使って、たくさん、コメントを読んでいきたいなと思います。ニトマさん、なんだか焼けました。だから似てるのかなっていうことですね。はい。そうなんじゃないですかね。ゴンちゃんやってましたですね。そうですね。このラジオ、人が減っていくラジオに進化って、そうですね。はい。ゆうせいくん、南野たけみ選手公認撤回、あ、そうですね。本当に。ショッピーの侵略最高。そうですね。本当そうですね。鬼そば、この前、平卓ちゃんさんにも挨拶できて嬉しかったです。ああ、そうですね。そうですね。はい。で、ゴンちゃん、中村啓太選手はやらないんですか？確かにそうですね。ということで、一気に、コメント読ませていただきました。ということで、残り10分という、表示がちょっと出たんですけど、本日はこれで終わりたいなと思います。10分を残して、モノマネブルーのラジオ FC、今日は終わりたいなと思います。ということで、皆さん本日はありがとうございました。巻くの早いよ。無理でしょ。なんでだよ、まだ10分もあんじゃないかな。出て行こうと思ったのに。早いよ、早いよ。誰もいなくなるのいいかなと思って。何を笑おうとしてるんですか。なんでそんなコメントを切り上げる必要あんの。もっとたっぷり。ちょっと。たっぷりできたじゃない。ちゃんと見てたんすか。見てたよ。ちゃんと見てたんすか。ほら、それ帰る準備してますから。あれ違う、あれ違う。あ、ミュウさん、あれ誰ですか。誰ですか。伊予沢永吉です。ピストルかと思った。俺、竹原かと思った。いや、まだ、ダメ。吉田幸太郎さん。え、そっちか。あ、似てる似てるな。え、正解は伊予沢永吉。言ったのよ、言ったのよ。俺ねえな。言ったのよ。俺ねえな。言ったのよ。Aちゃん来てくれた。Aちゃんかい。いや、マジで手前なんだよな。